書いてありますよ。でこの底の部分にも、あそこも、うわお、妹と一緒に何かをやってたっていう思い出も強い。で今は家で自分が使うものになってる。どうしてこんないい話しか出てこないのねえ。はい、こんにちは、シトレイです。今回はファッショニスタの私欲の5選ということで、ジジナのめぐみさんにお願いしております。よろしくお願いします。もう今からめちゃめちゃ楽しみなんですけども、改めましてジジナのめぐみさん、1年くらい前だよね。そうです ね久しぶりに、はい、そう、はい、今はもうジジナにお店の中ってことですね。そうです、このラブリーな空間を見て分かってもらえる通りジジナにいます。前回とまた全然違うね。そうですね、シーズンもなんかね、ちょっとまた巡ったので、うんうん、また全然違うものと、あと配置も変わったのでね、あとめぐみさんの髪型も変わった。そうですね、顔ちっちゃくないですか。顔がなんかね、正月のみかんくらい、ちょっとみかんぐらいこんなになってますよ。じゃあめぐみさんの5選がこちらですね、はいはい、プラス実はこっちにもなんかありましてですね、はい、ちょっと大きなものが、ね、ちょっとでかかったね。ここに入らなかったから、まあ、後々あります、はい、じゃあ早速なんですけども、はい、一番目はやっぱりバッグですかね。こちらのこれは何になるんですか。これは、エルメスのバーキン。エルメスのバーキン、バーキン来た。だが一筋長じゃ行ってないぞ。何これどうなってるの。本当にクラシックな、カーフスキンのブラウンの、ベーシックな、本当にこのペイントは、はい、そうですね、これはフランスに今住んでるババドゥル、うちでも取り扱いのあるアーティストの人に書いてもらいました。めぐみさんが持ってるバッグを、はい、どうぞ。そうです、そうです、そうですね。わほー、そういうことなんです。バッグでやります。はい、本人もちょっとビビってて、ね、そうだよね。そしてちょっと気を使ってくれたのか、戻ってきたらここに、もうここだけ何もつけてなかった、なんか残してくれてて、はい、そこに自分の絵は載せられない。そうなんですよ、なんかすごい中もちゃんとペイントがあるよ。そうですね、中にも書いてありますよ。でこの底の部分にも、あそこも、うわー、ちょっとこの辺にも日本を取り入れてるみたいな。あ、なるほど、日本とちょっとフランス、ね、そうなんですよ、ちょっと融合してるっていう。いつ手に入れたの。これはですね、実は自分で買ったわけじゃなくて、母が、私が長女を最初に出産した時に、プレゼントしてくれたんですよ。へえ、それだけでもいい話なのに。いや、なんか特別なこともしてあげてないし、これあげるって言って、へえ。で最初はまっさらの状態で、まあ、ずっと何年か使ってたんですけれども、パパに書いてもらって、そういう意味では母にいただいたものっていうのもあるし、出産の後だったので、やっぱりその子供を産んだ時のその気持ちとか、なんかそういうのがなんかこう微妙に入り混じってる感じ。それね、はい、触るたびに思い出すと、はい、これはなんかね、娘が6歳ぐらいの時に作ってくれた、ぬいぐるみっていうか、私フクロウがすごい好きで、なんか集めてたら作ってくれて、それをぶら下げてるんです。だからそのガラスの中にあるのも全部娘が、これは全部娘が子供の時に作ったから、お姉ちゃんが作ったやつで、だからこれ前って妹の名前なの。前の誕生日に作ってあげたんだ。そう、お姉ちゃんがね、捨てれなくってここで飾ったんです。だからこれも思い出のアートっていうか。そうだね、初手からこんな初手からこんなすごいの来た。話やーってなんかそういう思い出のある。じゃあ2番目は、はい、アメリカのレチェルコーミーという、レチェルコーミーブランドの靴です。これはどんな、いつ手に入れたんですか。これもずっと昔うちのお店で販売してたんですけど、もともとブランド的に好きで、特に私は靴が好きなんだけど、お店が1996年にオープンしてるんですよ。うちちょうど彼女は同じぐらいの時代の時にランジェリーのブランドとして最初はスタートしたんだけど、皆さんそのレイチェル・コーミーって言うと意外となんかこう地に足のついた綺麗な女性像のブランドってイメージが意外と強いんだけど、ちょっとやっぱりそのパンクのスピリットが彼女の中にあるから、靴とかにすごいそのエッジの効くものを作っていて、なんかそのアンバラン
スさがすごく好きっていうか私が、うんうん、なのでなんかこの靴はまさにそのお店がオープンして大変な時、うんうん、一番最初お店オープンした時ってそんな全然有名でもなかったし、うん、模索してて苦労してる時期が長かったから、うん、そういう時にすごいこれ頑張って履いてたっていうイメージ、うん、なるほど。立ち上げの時にずっと履いてた靴、そう今でも大事にしてて、うん、なんかここぞという時に結構履きます、うん、じゃあ勝負靴だ、そんな感じ、大事な靴だ、そんな感じ、へえ、うん、めぐみさんがそのなんかこういろいろ模索してた時代があるなんて思ってもなかった。ありました。もうその当時はインターネットない時代で携帯電話もない時だったので、うんうん、もう自分で足を運んで見つけるっていう感じだったから、うん、今と全然そのオーダーのシステムが違ってたので、うんうん、その当時のものは全てやっぱり思い入れが強いんですよ。じゃあ履くたびに思い出したりとかする。思い出す、うおー、なんか懐かしさ、ね、いい話ばっかり聞いてるなんか苦労してた時の履いてた靴っていう感じ、うんうん、じゃあ3つ目は、はい、3つ目はですね、ちょっとねちっちゃいものでありますが、全部ハートが連なってるネックレスですね、うん、これはどこのなの、はい、これはマリエレーヌズタイアク、こういうのも出してるんだ。そうなんですよ、こういうネックレスも、あ、なんか皆さん天然石の、そうそう、石のイメージ、このドロップの石のイメージがあるかもしれないんですけど、うんうん、あの何もついてないシンプルなネックレス。これいつ買ったの。本当にお店がオープンしてそんなに経ってない時に買ったもので、うんうん、パリにあるコレット、うん、これもう今はなきです。コレット、はい、パリでねセレクトショップの優だったよ ね、 うちの店が1996年にオープンした後の1年ぐらい後にオープンしてるんですよ、パリに。その当時は妹とお店を最初やってたんです。毎回買い付けパリにも行ってたので、うん、一緒に妹と、その今レイさんおっしゃってた有名なそのドロップのタイプのリング、うんうん、あれがすごい最初目に入ったんですよ、うんうん、もうとてもじゃないけど私に手が出ない、まあ、値段だったんです。すごいいいお値段だったんで、うん、とても買えないと思って、うんうん、でなんかどれもどれか欲しい、うんうん、と思って買ったのがこれだったんですよ。なるほどね、はい、で私はジュエリーがすごい好きになったきっかけになったジュエリーなんですよ。これが始まりなんだ。これが始まりで、ここからジュエリーにのめり込んでいたという、妹と一緒に何かをやってたっていう思い入れも強い、うん、でも買えなかったからでも買いたくて買ったのってすごい思い入れありません？そういい話、うん、ちょっといい話しか出てこない。人生が詰まってる感じしますね。ねはい、じゃあめぐみさん4つ目は、はい、4つ目はですね、問題ですけど気になってましたけどね、気になってました、はい、これはティム・ウォーカーの写真集、写真集ですね、作品集。ティム・ウォーカーは有名なフォトグラファーの方なんですけれども、はい、主にはファッション関連ですね、うんうん、ファッション関連の、まあ、ムービーだったりとか写真、ドリーミーっていうか、なんていうんだろう、そうですね、かなりドリーミーな感じですね、うん、好きになったきっかけはティム、本当にこの人の表現する世界観が、うんうん、もうあまりにも自分とハマりすぎててっていうか、あ、なんかちょっとわかる、はい、夢の中みたいな感じだね。そうで、うん、お店を始めた時にちょっとやっぱり特殊な、うんテイストのお店だったので、私がやってることって正しいのかなっていうか、うん、みんなに理解してもらえるのかなみたいな、うん、ずっとちょっとどっかにこう模索してるとこがあって、うん、でも自分はこれしかできないし、うん、これでいいんだと思ってやってるけど、なんかどっかにちょっと自信がなかったりとか、大丈夫かなみたいな、そうそうそう、自分がちょっと特殊すぎるようなところが少しコンプレックスだったり、うん、でもなんかそれを逆に売りにしたいと思ってお店始めたんだけど、うん、すごいそういうこうジレンマがある時に出会ったんですよ、うん、全肯定してもらった感じだね。そしたらそうなんか、うん、ファッションっていうのはやっぱファンタジーだと思っていて、まさにそれがもうこの人の写真全部に詰まっている、うん、子供の頃に頭の中にこう描くような空想の世界をそのまま写真に落とし込むような人、うん、CG とか一切使わない人なので、この人は、うん、実際にピアノを燃やしたりとか、自分が日々こういろいろお店をやってる中とか生きてる中でアイデアをもらえる、これがめぐみさんの頭の中みたいなもんだね、はい、もう本当にもう教科書みたいな感じです。5つ目がこちら、これは一体何でしょう。ロッキングチェアですかね。このロッキングチェアはでもロッキングチェアにいろいろついてますけどついてます、ね、これはな何がついてるのかな。娘たちが小さい時に遊んでたぬいぐるみです。え、はい、彼女らがこのぬいぐるみをで遊んでた、うん、シャンデリアのアーティストで、うん、キムソンヘちゃん、うんうんうん、ソンヘちゃん、うんうん、当時知り合いだったんで作品にしてもらえないかってお願いしたら、うん、もう全然心よく、あ、いいですよって言ってくれて、うん、今は家で自分が使うもの椅子になってる。どうしてこんないい話しか出てこないのねえねえそうこれ作ったのは何年くらい前なの。15年ぐらい
もう長女が24歳なんで。あ、そこってことは、まあ、10歳くらいかしら、はい、15年とかはもう全然経ってます。なんかちっちゃい時にすごいお気に入りのぬいぐるみがなんとなくみんなあったと思うんだけど、うん、あったあった。私なんか寝る時すごい人形と寝てた覚え、今思い出した。ベッドのとこにいっぱいね、めっちゃあった、置いてたりしてるでしょ女の子とか特に、うんうん、なんか必ずお気に入りのやつがこの辺に、ここの辺で寝てた、この辺で。そうでしょ、どこ行ったんだろう本当に。それはこんなアート作品に昇華するなんて。それで椅子にしてもらったんです。もう貼り付けてもらって娘さん喜ぶね。全てに思い出が詰まっておりましたよ。はい、うん、そうですね。お洋服も仕事してるから、なんか多分お洋服って思われてるかなってちょっと思ったんだけど、うん、かなって。お洋服は思い出があるっていうか、今共にずっと変装してる相手みたいな。そう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 。だからストーリーとして考えた時に、うん、こっちになったと。そうそうそう、なっちゃいました。でもそっちの方が楽しかったね。はい、めぐみさんの珠玉の5選、皆さん何が気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。